何をそんな気になってた。どこのやつやろ。知らずに買っても古着やから。ああね、かっけえ。そうよ、かっけえの。ちょっとこれ動きづらさやな。まあまだ伸縮性ゼロ。今日の衣装、ビーディーザコタ。どこだ。ビーディーザ年内ラストですね。ラストやね。マッチで締めて。やばい、全然お客そうない。やばい、全然ない。はい、どうも、ゆうすけです。はい、ということでですね、本日はですね、ちょっと世話しなくて申し訳ないんですけれども、カウントダウンジャパンに来ております。イエーイ。ということでですね、本日は、ノーベルブライトがメインステージでトッパーでね、出演ということで、本当におめでとうございます。そしてね、もうね、今はもう会場に来ておりますけれども、もう楽屋前なんですけれども、今からね、リハーサルが始まるということでですね、もう楽器隊のみんなは全員行ってるんですけれども、雄大くんだけなんとね、リハーサル前にもかかわらず、楽屋でまだ寝てるんですよ。本番前ですよ。なので、ちょっとね、今から雄大くんに早速、起こしに行きたいと思います。では、行っちゃいましょう。よろしくお願いします。果たしてどうなるんでしょうか。まあまあ、まだ寝てますね。あれ、ゆうだくん、ゆうだ、やばい、やばいっす、行かないとやばいっす。リハ、リハっす。え、これ時間ありますか。ゆうだくん、もうリハっす。なかなか時間やばいっす。行きましょう。ダッシュで、あともう本当に8分くらいしかない。やばいっす。やばい、急ぎましょう。うん、どうしよう。てか、俺ワックスまだつけてないし。大丈夫そう。いや、まあとりあえず行きましょう。朝10時です。ちょ、大丈夫ですか。眠たいです。なさすぎるだろ。カツカツでしたね。でもリハにしたら声出たわ。でもめっちゃ良かったっすよ。なんかお客さんもちょっとずつやっぱりこう集まってきてる感じがあってね。だけどめっちゃ早起きやったから。ちょっと眠たいっすね。はい、まあ、じゃあ眠気覚まし、ちょっと頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。マジで、うん、あと20分しかないんですよ、本番まで、ね、20分で髪セットして着替えてってやらんの。めっちゃ急がなかった。ほんまにいつもカツカツやな。早く起こしちゃう。俺のせいです。なんだよ、
なんだよ。怖っ。今日つけてんだよ。バキバキ。使いすぎてもイブサンローランそれだったじゃねえか。ツルツルじゃねえかよ。何持ってんのあんた。鼻声じゃねえかよ。そうだよ。何消えてんだよ。何取ってんだよお前。カオスになってる。カオスすぎる。お前ら何撮ってんだよ。カオスすぎや。おい、赤いランプつけやがってよ。おい、あー、いろいろ。お前これ YouTube に載せていいのかよ。いいぜ。いいぜ。あ、ほんまにないわ。キラナがうざ。ちくしょう。靴下着るんすか。ショートソックスを忘れたのでショートにします。ロング無理やりです。えぐい。まあ大体ここら辺でしょう。まず行きます。躊躇な。早っ。これショート、ショート、あ、違う、靴下。いやいや、ショートソックス。おー、見心や。ゆうすけ、はい、やばい時間が。やばいっすね。バタバタやな。まあ、バイトのことバタバタやな。しかもちょっと眠たくない？え、もう来た。いや、眠ないよ。どっちやん。眠なかった。むちゃくちゃ眠いかなと思ったけど。考えてみた、考えてみたら眠くなかった。リハやってから眠くなかった。どんなやつか。けどメインステージですからね。はい。りょうさん、人が来てくれるといいですけど。まあ、リハの段階ではもう5人ぐらいしかなかった。リハがやばかったっすね。本番あれやったら俺。なんで俺ら呼ばれたんやろって。どうしようってなる。ええ感じ。OK。バッチリだよ。ゴリアンセッティングでした。はい。ゴリアン、ゴリアンただでやらされてます。いつもノーギャラです。まあでもあれですからね、普段はワイル渡しますから。誰が悪いことしてる。いや、ワイル渡してる。まあワイルね、もらってんやった。逆にね。いや、もらってるこれ。ほんまにいっぱいワイル渡してる。金じゃない、金じゃないワイル。ああ。俺にいっぱい借りが回ってる。これは心当たり出てきた。心当たり出てきた。何かは言いませんけど。俺返してない、借りがいっぱいありますから。これいずれ返します。年内ラストですよね。そうなんですよ。でも稽古はなんかね、今日入りした瞬間に、うん、ああラストやな。なんか年内え？年内な。フラグだから。なんで俺がラストや。なんかびっくりしたな、入りした時に。今日ラストやなって言ってたの。え？マジで？聞いてない聞いてなかった。そメンバーにも言ってなかった。そう。あ、だからフェスがラストなんやんって。なんか MC 全然脱退の話できんやん。脱退ね。どうすんのベース。結構なんかラストだなって言わんとってほしい。ラストは年内の話やん。俺がラストやん。絵とか見て実際のとこ、実際のとこ絵のどうなの。おい、即答どうやって聞いてみて。なんで俺やん。お母さんに聞かない。マザコンやんけ。どう思います。なんか結構今日入りした瞬間になんかラストやんって。ラストラストやな。マジで俺は脱退か知らんかったから。年内、年内っすよ。今までお世話になりました。まあでもあれですからね、皆さん、多分ほんまやと思ってた人めっちゃ多いと思うけど、めっちゃ多いんですか。知ってるって。焦った焦った。めっちゃ焦った。何でやねん。じゃあ、ユーサークは、はい、ちょっと何しようかな。どういうこと。何しようか。野球流れてるやん。野球流れてるやん。流れてるやん。カウントダウンジャパン。一瞬会場間違えたんかも。そうやね。じゃあ皆さん出してきます。はいはいはい。タイミングで失ってる。どうせ。よーい。はい。もしかしたらおい。やったんかラストやから。変なラストやから。カバスト。カバスト。変なラスト。よろしく。
ントダウンジャパン2日目ですが、ということで、我々ノーベルバイト初出演でございます。皆さん本当に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。でもさっきね、リハーサルこの直前にやってた時マジで1000人ぐらいしかおらなくて、もうポカーンって穴開いてたんですよ。だからやべえ、人気なさすぎてどうしようって思ったんですけど、こんなにもたくさんね、もうすごいですから、もう端からもう朝から給油いっぱいたくさん来てくれて、僕もね今日7時台ぐらいに起きて急いで来たんですけれどもね、早起きしてきた甲斐がありました。今日も本当にみんなもね早起きしてきてくれたと思うんで、マジで、こうやって出会ってくれてマジで嬉しいです。本当にありがとうございます。早起きね、僕は7時台ですけど、みんなもそれぐらいかな、7時とかですか、 もっと早いですか、 6時とか、6時、5時とか、5時、4時、4時とか、おばあちゃんや、4時、はいよ、4時、3時とかもいるんですか、アナウンサー、3時、すごいですね。でもね、そんだけね、たくさんの方がこうやって早起きして来てくれてるからには、僕たち本当に、いい年末をね、このライブとともに、一緒に共有したいなと思ってますので、結構しか見えてますからね、後ろの方まで、みんなで、ね、精一杯楽しい時間作っていきましょう。今日一日よろしくお願いします。じゃあみんなで一体感作っていきましょう。聴いてください。愛とか恋とか、こんなにも愛とか恋とかの言葉なんか助けられないくらいの愛しているが、溢れ出して止まらない想い、君を同じから伝えるよ、見て今すぐ待ちならないように、離さないから抱きしめたいよ、
Yeah.
ました。楽しんでてください。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。みんなお疲れ様でーす。今日マジでね、さっきね、編集長の山崎さん来てくれて、はい、結構ね、曲が流行ってきてポンって出てるアーティストがいっぱいあるけど、ノーベルバレットはしっかりライブをやってきたからこその軸があって、なんか、なんつってたっけ、かっこよすぎた って言ってました。いや、めっちゃ嬉しいですね。言ってたでもほんまになんか音がすごい、ジジカラ、ジジカラがあって、その辺の流行って出てきた、ポンって出てきたのとは違うっていう。いや違うって、足の筋肉すごいしました。筋肉こんなとこね。でもマジで今日ほんま年末最後らしいいいパフォーマンス。いやなんかもうみんな出してたわね。ケツまああれは OK か。あ、OK か。今日マジ良かったな。しかもパンパンやったじゃないですか。テンションが良かった。人めちゃめちゃ立ち上がってた。パンパンやったよ。しかも俺今日めっちゃね、あのやっぱ水泳ね、1000メートル泳ぐっていう会があるとめっちゃ大変。いや、マジでね、あの、すごかった今日。めっちゃ。しかも青春期のさ、私時代来たとこ完璧やった、うん、完璧やった。青春期のドア頭もめっちゃ綺麗に来たから、うん、綺麗やったな、サビ。もう今年、いい締めくくりになったんじゃないですか。ちょ、一回休んで。はい。ノーベルブライトプリクラ撮ります。やった。後ろに下がると漏れないよ。あ、もう始まっちゃう、始まっちゃう。おー、上陸見られた。やばいっすね。珍しいね。はい、ちょっと一回本気の森に行こう。え、成果教えてくれよ。ね、なんで分からんのこれ。これ成果見せてほしいな。本気の変顔。本気ラジオ。おい、いいね。あ、よかった。よかった。あ、でも俺辛いんだった気するな、これ。なんか前なったよね。なんかなったで、俺なんか知らんけど、無限に払い続けてんちゃう今。お前、俺辛いんだったけど、多分ね、2年ぐらい取ってないのに払ってるって。アホやな、これ。みんな可愛い。んみんなとっても可愛いです。おずした。おつでした。まあ、プリクラも無事撮りましてね。はい、はい、マネージャーがちょっとこの辺でベロベロなんで、ちょっとそれはどうした。で、ゆめさん、調子どうすか。最高。いや、あの、ゆうすけ君、これはもう本当にね、適当に適当に足のとどまって。この編集は雑で、はい、編集マジで雑でいい。まあ、ということで、まあ、ちょっと酔っ払いもね、はい、はもうこの辺でちょっと置いといて、はい、まあ、今日はすごい、年末ラストにふさわしいライブになったんじゃないかなと思います、はい、今日ね、おばあちゃんみたいなって言ったのがちょっと受けてたって書いてたのがいいので、はい、なんかすごい嬉しかったです。あれはほんまにおもろかった。まあ、あれは感心したな。感動した。感動せんよ、今日。なんか、あ、やるやん。なんで感動するし、海外行ってただけあるな。そう、関係ない。また2023年も、e ライブたくさんできるように、すごく飛躍の、飛躍って毎年言ってるけど、俺今一番人生でモチベーション高いんで、2023年はもう1億再生サイムグッド、はい、超える曲を1年で3曲ぐらい生み出そうと思ってます。おー、マジで2023年はほんま期待しておいてください。はい、はい、30歳でドームやるって言ったんで、はい、はい、なんでマジでもうとにかくもう来年は見ててもうワクワクしかないような一年にしたいなと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。誰誰酔っ払いのマネージャーです、はい、酔っ払ってない。ということで、ありがとうございました。こんなにも